はい、どうも、石原です。今回の動画はこちら、ケースコーさんから発売されている iPhone 13 Pro、そして Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini 用のマットブラック半透明ケースをじっくりとレビューしていきたいと思います。まずは実際に僕がこちらを使用したレビューですね。見た目とかグリップ力、そして保護性能はどうなのかというところについてね、いきなりレビューをお届けしまして、そしてこちらも同じくケースコーさんから発売されていて、僕がね、過去の動画でもお伝えした、まあレビューしたと思いますけど、こちらのクリアケースと比較もしてみようと思います。そして、開封インプレッションレビュー、そして特徴や使用面についてもご紹介していきますので、どうぞ iPhone 13シリーズのケース選びの参考になりますので、ぜひ動画の方最後までご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報やガジェットレビューなどの動画を定期的にアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。では早速いってみましょう。ではまずね、外観をね、ちょっとサクッと見ていきましょう。むちゃくちゃかっこいいのがわかると思います。このようにね、マットブラックだけありまして、本体がグラファイトなんですよね。実際はグラファイトなんですけれども、はい、このようにこれをね、装着するだけで、マットブラックになりました。この辺とかね。もうね、質感がむちゃくちゃいいんですよ、とにかく。で、まあ見た目の話に入っていきたいと思いますけど、見てください。ガジェット感がもうものすごいんですね。はい。ガジェット感。このようにね、ここら辺、このね、カメラ部分見てください。ちょっと指紋ついてますけども、見てください、こちら。ここにね、ちょっとね、ケースコのロゴがね、ちょっと入っていたり、ここがね、丸くくり抜かれてるのではなくて、ちょっとここね、角張っているというかね、角ついているというか、綺麗な丸ではなくて、ここだけちょっとデザインが変わっているところとかもね、めちゃめちゃかっこいいですし、ここ見てください。アップルマークがほんのり、まあ、実際はね、見た目以上にくっきり見えているんですけれども、このように見えております。で、後の商品説明でもご紹介しますけれども、ここの部分とここの部分は、はい、素材が違いますので、かなりね、保護性能も変わってきております。ここがね、半透明なんですけど、ここのサイドの部分は、マットブラックのような色味になっていますので、メリハリがついててね、むちゃくちゃね、かっこいいです。本当に。もう見てわかる通りね、もう本当にね、もう、マットブラックの iPhone 13 Pro といった印象ですね。で、グリップ力なんですけども、このね、サラサラしてるんですよ。サラサラしているんですけども、ここら辺がちょっと、なんですけど、こう丸みを帯びているんですね。ここら辺がね、こうね。普通のその iPhone 13 よりももちろん丸みを帯びているわけなんですよ。このように。iPhone 13 Pro よりも、ちょっと若干ここの縁の部分、丸みを帯びているわけなんですよ、こっちがね。その丸みがある分だけ、グリップ力も非常にね、いいんですよ、すごく。で、質感もね、TPU 素材といって、指紋も全然ね、つかない。だからもう本当に、サラサラしてるんだけど、グリップ力が、シリコンケースとかと違って、グッという感じではないんですよ。シリコンケースで引っかかる感じがあるんですけど、こちらの TPU 素材、ポリカーボネートの素材なので、引っかかりはないんですけど、グリップ力はそれなりにあります。まあ多分ね、デメリットとしたら、ちょっと滑りやすいこともあるかもしれません、シリコンケースより。ただ、それ以上に持ちやすさ、グリップ力は非常にちょうどいいという感じになっております。そして、保護性能なんですけども、後でね、詳しく紹介しますけど、ここにね、エアクッションというものがね、装着されて、もう入っております。はい、ここね。ここ入っておりますので、まあ、例えばこう落ちていって、角に当たっても、もう布団にね、投げ捨てるような感覚というふうにね、公式でもお伝えしている通り、言ってる通り、めちゃめちゃ補正のはいいんです。で、自由落下がね、3メートルまで。3メートルからの高さから、まあ、落としたとしても問題ないと。まあ、あえて今落としませんけどね。綺麗なケースなのでね。あえて傷をつけることはしませんけど、3メートルぐらいの高さであれば、こう、投げ捨てることはできませんけど、こう、手を離して落とす分ぐらいなら、3メーターぐらいならね、問題ないと言われているぐらい、保護性能はバッチリなわけです。もちろんね、
傷はね、つきにくいです。傷もつきにくいし、落下は3メートル以内であれば、高承知的には問題ないと言われているので、保護性能としてはもうそれぐらいあればね、バッチリですよ。そして、まあ、気になるところといえば、外観の本体色、このグラファイトというね、本体色とか、シエラブルーとかね、その言われているように、本体色を活かしたいのであれば、こちらはちょっと違うかな。本体色がね、このまま使いたいんだけど、これを被せることによって、マットブラックっていうかね、このような色の変わり方、ちょっとコントラストが強くなるという感じの色の変わり方なので、本体色を活かしたいのであれば、ちょっとね、こちらの半透明ではちょっとダメなんですけども、まあでも実際に装着してみるとね、非常にね、はい、かっこいいので、満足感はね、非常に高いかと思います。はい。はい、そしてもちろんこちらは iPhone 13 Pro 用のケースなんですけども、はい、このようにね、iPhone 13 Pro Max 用のものもありますし、iPhone 13 mini 用もあります。で、皆さんお気づきの通り、パッケージがめちゃめちゃ高級感があります。もう本当に。こんなケースのパッケージあります？で、もちろんこちらに同梱されている中身についてはね、後でご紹介していきますので、皆さん実際にどんなものが入っているのかにも注目していただきたいと思います。じゃあ次にですね、以前僕の動画でご紹介したこちら iPhone 13 Pro 用の、まあ iPhone 13 Pro Max 用もあるんですけど、クリアケースになります。はい、クリアケースとさあどう違うか。こちらね、 iPhone 13 Pro のモックアップです。形は全部一緒なんですけども、こっちはモックですね。こっちが本物でございますけども、まあこんな感じです。はい。クリアケースの特徴はやはり背面にね、背面の色、本体の色がそのまま活かせるからいいんですよね。見た目もね、ちょっとクリアケースなので、見た目の色を活かしたいならもう絶対クリアケース。なので、保護性能としてはね、どちらもいいんですよ。こちらもね、エアクッション入ってます。はい、エアクッション入ってますので、問題ございません。で、こちらも2層構造ですね。ポリカーボネートと TPU 素材。こちらどっちも同じ素材なんですけど、こっちが半透明のブラックで、こっちがクリアケースということで、同じような、もちろん位置になってますけど、この辺がね、ちょっとケース構の、ロゴが、テキストロゴが入っていたりします。で、まあ、このケース構さんの特徴と言いましては、このね、ケースのところの、まあ、下部の、サイド部分に、ストラップフォールがついております。こちらもついております。このようにね。このようについておりますので、ストラップをつけたいなっていう方にもね、これはおすすめのケースになります。まあ、見た目としてはね、まあ、若干クリアケースはこう真正面で持った時に、やっぱりね、こちらの縁の部分が、ちょっと、まあ、なんていうのかな、透明な部分が見えてしまっているっていうことなので、一体感としてはちょっと薄れるかな。こちら見ていただけると分かる通り、こちらね、TPU 素材の側面のね、サイド部分なので、こちらは、まあ、色が黒になっているので、まあ、黒をね、グラファイトとかのモデルでもそうだと思うんですけど、まあ、統一感があります。一体感がありますね。ちょっとこちら浮いてる感じがしますね。こんな感じ。これははめてる感じがしますね。うん。本体色は活かせるんだけど、はめてる感じ。でもこちらは、一体感があります。このままでもう、見た目がいいし、統一感があるし、トータル的にはこちらの方がね、デザインバランスとしては非常に優れているのかなと、僕の方では思います。はい、では実際に今からね、開封しながら特徴とか、まあ、インプレッションレビューをさせていただいて、その後にしっかりとね、こちらのケースの特徴なんかをご紹介していきますので、最後まで、ね、まだ引き続き、あと5分ぐらいありますけど、引き続き動画の方最後までご視聴ください。はい、ではね、開封していきますけど、まずね、箱がね、かなり高級仕様となっております。さあ来ました、来ました。プレゼントのような装いで、ケースとかね、アクセサリーが入っていきます。中身の方を確認していきましょう。こちらが本体をそのまま入れられる袋もついていますね。かなり高級感のある袋です。はい、そして続きましてスタンドでございます。これはね、縦にもいけます。そしてもちろん横にもいけますので、まあ、環境によってね、縦か横でできます。しかもね、結構ね、安定してるんですよね。こんな感じでね、まあ、デスクに置いたまま Netflix とか映像コンテンツ見たりする角度とかはね、こんな感じなんですけど、めちゃめちゃ便利に使えそうです。はい、では本体を開けていきたいと思います。ザザンということで見てください。マットブラック。
半透明クリアケースになっております。もう見てわかる通りめちゃくちゃかっこいいんですよ。もちろんあの下部ね、はいはい、ライトニングとねスピーカー部分空いてます。そしてカメラ部分とかね上部の方もしっかりと保護されております。さあとりあえずつけていきたいと思います。さあパッチンパッチンとつけていきます。おー、やっぱりねかっこいいですよね、半透明。しかもねこれマットブラックですから、はい、カメラ部分もしっかりとね開口されてもジャストフィットでございます。はい、サイドボタンとかもね、はい、しっかりと保護されております。半透明のクリアケースなのでアップルマークもね見えております。はい、こんな感じです。そしてね、はい、各部位もしっかりとねフィットしております。サイドにある各部位ねボタン類も物理的にね普通に操作することもできますので、まあ何の違和感もなく押し込むことができます。そしてねスリープボタンのところも少しね爪をね入れ込む形にはもちろんなるんですけども、全く問題なく押せます。ポイント1つ目、パッと見て分かるようにマット仕上げで高級感があります。しかもブラック好きにはたまらないマットブラックを採用した半透明の背面だからこそ実現したアップルロゴもしっかり見えちゃってます。そしてポイント2つ目、エアクッション搭載で落下の衝撃を軽減してくれます。いくら落としても布団に飛び込んだみたいな感触を与えます。これを公式で言っちゃうくらい保護性能はバッチリ。ポイント3つ目、触っても表面の細部までサンドブラスト処理がなされ、指紋がつかず iPhone の操作を快適にしてくれるとあるように表面サラサラです。ポイント4つ目、このケースはハイブリッド構造が使われていまして、ポリカーボネート素材と TPU 素材がめちゃくちゃマッチングしているので、ご覧の通り持ちやすくてデザインがかっこいい。はい、ということで今回はねケース交差の iPhone 13、 iPhone 13 mini、 iPhone 13 Pro、 iPhone 13 Pro Max のマットブラック半透明ケースをご紹介しておりますね。こちらねクリアケースね、本体色を生かしたクリアケースもいいんですけど、このようにねマットに仕上げるケースもめちゃくちゃいいことがね伝わったかと思います。いやー、こちらねどっちも使用してわかるんですけど、どっちももちろんねメリット長所ねデメリットももちろんございますので、まあ、今回の動画をね参考にしながらぜひ選んでみてください。詳しくはね概要欄に各モデルのリンクページ貼っておきますので、ぜひね早めにチェックしてください。補足情報ですけど、ケースコーさんのねケースはね完売が多いので早めにチェックすることをお勧めいたします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。